グラファイターのチャンネルへようこそ。今回は肌の透明感について解説します。説明のモチーフには女性消防士の色鉛筆画を使用します。実際に描いているシーンを見ながら順を追って説明していきます。まずはじめに基本となるのはやはり薄い色を優しく塗り重ねるということになりますが、ポイントは肌色以外の色となります。肌の透明感のメカニズムは後ほど説明しますが、まずはじめに知っておきたいのは色と光の関係です。光は物に当たると反射、透過、吸収のいずれかに分かれます。例えば青い洋服に光が当たると青の波長のみが反射し、残りの波長は吸収または透過するため服が青色に見えます。肌の場合はどうでしょう。肌は表面にメラニンがあり、この色をまず反射します。次にこの表面を透過して血管に当たり反射して返ってくる色があります。つまり肌はこの入射光に対し表面反射光と内部反射光の2種類を描く必要があります。このモチーフでは肌の表面反射光は太陽の中白色の光と防火服の青み、髪の毛の茶色みとなります。内部反射光は血色斑だ方と火災の現場での緊張感から血の気が引いていた名残を表す額の緑みとなります。顔色は血色が悪くなると毛細血管の青緑が強調されるので青と緑と白の肌となります。顔の中にこういった色と光を落とし込むことで肌の透明感を描くことができてきます。次に色の塗り方ですが、透明感のある肌を描くには透き通った質感を出す必要があります。そもそも肌のくすみは肌のキメが乱れ、入射光を均一に反射できずに乱反射することが原因です。つまり絵の中でも塗り方にムラがあるとくすんだように見えるということになります。塗りムラをなくす方法としては優しく塗り重ねることから始め、ある程度塗ったらホワイトや薄めの黄色などで少し力を入れて全体を塗ることが効果的です。これはザラザラの要因の一つである髪の目を潰すことでツルツルした感じを表現するテクニックです。このテクニックはバニシングと呼ばれています。色鉛筆やバニッシャーなどで髪の表面を磨き光らせるのです。バニシングをすると髪の目が潰れて面が滑らかになり、完成度の高い作品になります。この時固めの色鉛筆を使うと髪が傷むことがあるため注意が必要です。またケント紙やサイメの水彩紙などもともと髪の目の細かい紙を使用することもコツです。髪の目にも色鉛筆同様に硬さや柔らかさがあります。カリスマカラーなどの柔らかめの色鉛筆を使っている場合はビーアートペーパーなどの柔らかめの紙を使用したり、ファーバーカステル、ポリクロモスなどの固めの色鉛筆を使っている場合はリフアールなどの固めの紙が相性が良いかもしれません。色鉛筆は塗り重ねていくとワックスの効果でクレヨンで塗ったような少しトロッとした塗り心地に変わってきます。その状態で色を重ねることで滑らかさを得ることができますので、辛抱強く塗り重ねることをおすすめします。今回モチーフとした絵にはリーアートペーパーを使用し、色鉛筆はカリスマカラーと同じ芯のプリズマカラーを中心に使用していました。女性消防士の肌がだいたい塗り終えてきましたね。さまざまな色と光を滑らかに表現できてきたでしょうか。肌はもともと毛穴などの少々の凹凸があり、ガラスのようにつるっとしすぎているものではありませんので、適度にざらつきを残すことも良いかと思います。肌の透明感についての解説いかがでしたか。少しでも参考になれば嬉しいです。ではまたの動画でお会いいたしましょう。